皆さんおはようございます。今日は10月の20日ということで、強化は雨降りになっておりますけれども、皆さんの地域はどうですかね。今日の一品はですね、昨日に引き続きまして厚みかぶをいただいたので、それを使って詰め物をしていきます。材料なんですけれども、かぶはですね、あらかじめこんな風に中をくり抜いております。で、あとは鶏のささみ、これ岩手のやつです。で、ネギに生姜、あと、ちょっとつなぎで片栗粉と、あとおからパウダーを入れていきます。はい、では早速作っていきたいと思います。よいしょ。でネギを入れるとね、ちょっと風味が良くなりますね。で、生姜、おろし生姜です。チューブのおろし生姜でもいいですので、まずで、ここにですね、おからパウダーを、小さじ2杯分ぐらい、すごい繊維質が足されますのでね。ちょっと繊維足りないなーっていう時はこんなのありますので、ぜひ。で、これをよく練ってください。よいしょよいしょよいしょ。で、ここにですね、ちょっと、片栗粉小さじ1杯弱ぐらいですね、入れます。つなぎに入れます。はい、よいしょ。お団子みたいになります。こんな感じになります。で、これをですね、かぶの中に詰めていくんですが、こんな感じですね。で、ちょっと茶こしか何かでね、片栗粉をさらにこう、こんな感じで、これが多いな、まあいいか、こんな感じですね。で、これにお団子した鶏肉を入れていきます。よいしょ、こんな感じですね。で、残ったやつはまあまあお団子にして一緒に煮ていきます。だいたい4個分の分量でしたので、はい、それでですね、これですね、厚の横釜を使っていきます。水を 200cc にお酒大さじ1杯半、みりんを大さじ1杯半で、お醤油大さじ2杯ですね、大さじ2杯これを入れていきます。で、ちょっとだけ残しておきます。で、ここにゾンと入れてですね、で、このまま
こんな感じになります。はい、でこれをよいしょ、これあのお鍋でも同じですので、たまたまあのこれもよし、どれどうだ、なんか合ってない気がしませんか。ちょっと待ってくださいね、重って、 よし OK で、セット OK で、ですね、シチューかぶのところで、で5分でいきます。でスタート、はい、では皆さん5分後にお会いいたしましょう。一旦切ります。だいたいあのお鍋でするときはゆっくり20分ぐらい煮ます。であの落とし蓋をしてコト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 煮ていくと柔らかく、では出来上がりましたので、今一生懸命反対をつまみを押してました。おお、すごく美味しい匂いがします。うろうろ、よいしょ、こんな感じです。はい、でよいしょ、うまく取れるかな、よいしょ、ちょっと器がちっちゃかったかな、でこんな感じなんですが、でこれにですね、よいしょ、見やすいだな。でここにですね、一体取り消しで、よいしょ、温めにしてですね、で片栗粉で、先ほど残しておいた汁ですね、これを入れていきます。よいしょ、で、で汁にとろみをつけます。あ、スタート押した、押しました、まあ最近は結構この圧力釜を重宝して使っておりますが、あの今ですね、外がすごい嵐になって、急に雨と風がすごいことになっています。ちょっとあの時間かかりそうなので、一旦キャンセルしてキッチンでしてきます。よいしょ、
いい感じでとろみになってきました。よいしょ、はいはい、こんな感じでとろみができました。こんな感じですね。はい、でこれをですね、こちらのカブにかけていきます。はい、白カブだと器にするともっと皮がね柔らかいので、今日はでも皮は残しておきたかったので、ちょっとしっかりはしてるんですが、中はすごく柔らかいです。はい、では今日の一品ですが、厚みカブの鶏ひき肉の詰め物です。ここに干し椎茸とか入れていただくと、もっと筋肉スイッチを押してくれるので、味もまた良くなりますので、干し椎茸の戻し汁と干し椎茸を細かく切って一緒にするなんていうのもいいと思います。ではこれからお出かけの方もいらっしゃるかと思いますけれども、皆さん鶴岡の方すごい雨と風なので気をつけて運転していってくださいね。明日は10月21日ということで、また21日お会いしたいと思います。今日はズーム、シャモト先生のズームだったかな、園芸のところとノートの関係の勉強がありますので、そちらに参加したいなと思ってます。では今日一日元気で過ごしましょう。ごきげんよう。さようなら。また明日。だいぶお辞儀もうまくできるようになりました。